はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員楠田亮でございます。佐藤様、ご支援ありがとうございました。あれやらく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。昨日のですね、野田聖子の旦那さんは元暴力団員っていうのが最高裁でその通りじゃんって言って確定しちゃったことについて野田聖子が言い訳しておりました。要約するとですね、まあ長々書いてありますけれども、野田聖子の言い訳を要約いたしますと、文春にそう証言した人は亡くなっており、もう真実を追求することができない、残念だなというものでありました。私は夫が元暴力団員ではないことを確信しています、かなんかも言っちゃっておりますね。ネットの反応です。信じるための理由が全くなくて草、どう考えても無理あるやろ、反社とズブズブズボズボ議員が最高裁の判断を否定ってありえなくないまあ最高裁は憲法とか法律にのっとって言ってますんでね、その法律を作る側の議員がそんなことしていいのかっていう批判もありますね。つまり最高裁の判断、野田聖子の旦那は元暴力団員という判断を真っ向否定しているわけですから、野田聖子女性初の総理大臣目指すぞ、うおー最高裁より野田聖子ちゃんを信じる、まあこれ冗談でしょうけどね、最高裁の判決もねじ曲げられると信じてるんやろな、そういうとこ反社っぽい、こんなのまかり取ったらもう最高裁いらんやろ、元組員だが今は更生してます路線で行った方が傷が浅かっただろう。まあね、若い頃悪でなんて人はいますから、今は真面目に働いてますっていう路線で行った方が傷少なかったかな。まずは文春を名誉毀損で訴えなければこんなことには訴えちゃって大敗北したから確定しちゃったわけで、訴えずに放置してたらね、まあ週刊誌ネタですからかなんか言ってずっとごまかせてたのにね、捜査官の方からはこの人物が偽証したものと考えていたと見解をいただいていますので、野田聖子書いちゃってますけれどもね、捜査官が当事者にそんなことをペラペラ喋ることなんかありえないんだよな、首いいものでしょそんなの。20日間初取り調べを、受けた前科者が言うんだから間違いありませんそんなね、考えとか自分の心証とか言うわけねえだろ捜査官がさ、その当事者に。結論、野田聖子は大嘘つきっていうか、最高裁と野田聖子どっち信じっかって話なんですよね。まあ最高裁だろうな。裁判には元正山組組長が証人として出廷したんだって。でね、野田聖子の旦那に向かって、お前俺の杯受けたよな、言ったところですね、野田の夫がですね、お世話になりましたって認めちゃってんだから、裁判中にさ、もう言い訳しようがないですよ。それでも言い訳しようっていうところがすごい鋼のメンタルだなと思いますけれども、この状況でね、証人亡くなってて真実の追及ができない、あー残念って言い張るのはさすが政治家だな。波の神経ではですね、大臣は務まりませんな。少子化大臣、総務大臣、地方創生大臣、大臣やりまくってますもんねこの人ね。第一次岸田内閣の閣議室では総理の左側に座っており、左隣ね、この位置がですね、内閣ナンバー2だそうなんですよ。緊急事態での総理代行順序、これまあ、急病で総理が入院しちゃったとか、あと襲撃されたであるとか誘拐されちゃったとか、そういうことね。で、総理の代行一番目に来るのは松野官房長官、その次が野田聖子だった、書いてありましたけれども、この位置が総理の次っていうのが信憑性がありますね。閣議の
総理の左隣が3位、まあ1位官房長官っていうのは動かないんでしょうけれどもね、ちなみにですね、岸田派ナンバー2の萩林さんは総理の右隣に座っております。内閣ではナンバー3っていうことになりますね。以前の第一次岸田内閣は岸田野田聖子林の順だったですね。それがですね、今回のあの席順決定しまして、第二次岸田内閣では総理の左隣の席は高市さんに決定しました。こちらがあの出来立ての記事なんですけど、読売のね。つまりあの内閣ナンバー2、総理高市さん林、林いつまでも内閣の中ではナンバー3のままだな。野田聖子と高市さん交代ってことで、野田の転落が凄まじいなぁ、すごいなぁっていう感じがしますけれども、大臣からいきなり平木になってますしね。高市さん徴用についてネットの反応です。まあ、高市さんが内閣ナンバー2ってことになったっていうのに対してネットの反応ですね。次の内閣で高市さん切りざまあって言ってた左翼脱粉と、まあ左翼の予想はだいたい外れますけどね。それをすべて人にせいにするのが左翼、さなえあれば憂いなし。経済安全保障大臣って脱中国担当大臣のことだぜ。省庁はないが省庁横断のフリーハンドを持っている。まあどこのあの省庁にも顔を出せるいうことですかね。安倍派を抑えるためか、林以外はめっちゃまともな人選では、総裁選のライバルを取り込んで近くで見張っておきたいってとこかな。そういえば河野太郎も映ってる5人の中に入ってましたね。試験なんですけど、内閣法9条による緊急時の総理代行序列がすでに発表になってたようです。1位松野官房長官、2位高市早苗経済安全保障担当大臣、3位萩林さん外務大臣、4位鈴木財務大臣、5位河野太郎デジタル大臣だっけこいつ。大体閣議の席順、岸田総理が慣習破りするファンキーな人と思えないんでそうなんでしょうね。まあ、閣議の席通りその順列が決まってる。総裁選ライバルの高市さんと河野太郎を内閣に取り込んでですね、監視する、ついでに内閣の一員ということで勝手なことを言えなくする、言わさないようにもできます。これ、大臣になった河野はですね、持論の脱原発言わなくなったって前例もありまして、まああの安倍内閣の大臣で入っちゃって河野太郎で、持論は脱原発らしいんですけどこいつね、それを言わなくなった、日本端子太郎は今後今までみたいにしょっちゅうしょっちゅうソーラーソーラー言わなくなるんじゃないかな。高市さんもですね、大臣の権限と引き換えに今までみたいなエッジの鋭いことを言えなくなるでしょうけれども、まあキッシーは総裁選出馬前に大臣辞めて政調会長になっておりました。内閣の一員である大臣であるってことは現総理を支える手足部下っていう位置づけなんで、総理に挑戦するためには総裁選出馬するためには何かの大臣やってたら辞めなくちゃいけない、内閣の一員ではあってはいけないっていう、習慣があるそうで、なるほどなぁ。日本端子太郎がですね、大臣任命書を公開しておりました。ツイッターでですね、こちら、河野太郎国務大臣に任命する、内閣総理大臣岸田文雄、なる人、っていうのは天皇陛下ですね。玉璽付き天皇陛下のお名前で任命玉璽付き、これ2つの意味でテレビが絶対放送しない画像だなと思いました。新聞も絶対に紙面にしない画像だないうことを感じました。一つ、任命の主体は陛下である、総理大臣も
帝が征夷大将軍を任命して政治をやらせる構図が全然変わってない。いい箱作ろう鎌倉幕府から何一つ変わっていないっていうことがこれでバレちゃう。任命の主体は陛下であるね。陛下こそ日本国の持ち主オーナーであり元首である動かぬ証拠ですよね。なんだあの征夷大将軍じゃんってバレちゃう。2つ目、国務大臣が正式であること。大臣って呼び名が正式なんだよ。総務省総務大臣どっちでもいいんですけれども、テレビ新聞はなるべく総務省ってしてることにお気づきだったでしょうか。大臣ってなるべく言いたくない。総理大臣なんていう時は首相とか言うしね。大臣イコール大臣と呼びますね。大きな進化のこと。大臣すべて陛下の家来部下っていう進化っていうですね、真実をなるべく知られたくないテレビ新聞はなるべく防衛省とか表現して防衛大臣とは言わない、書かないことにお気づきだったでしょうか。この他にもですね、世界唯一の帝国公国で日本にしか皇太子は存在しないのに、その事実をうやむやにしようとしてですね、サウジ皇太子であるとかチャールズ皇太子とか言ったり書いたり放送したり、あの人らは王国なんだから王太子が正しいでしょうよ。今後こういう表現見かけたらクレーム電話お願いしますね。王国なんだから王太子だろ、表現は正確にしろ、なんで皇太子なの、皇太子は公国だよ、イギリスって公国なのっていうような文句を お願いいたします。クレームね。テレビをより良くするための必要な犠牲ですね。みんなのめんどくさくてやってらんねえっていう向きもありますけれども、そういえば大日本帝国だったのに帝太子って言わないのはなんでだろうな。皇太子って言ってね、秋山参謀もですね、皇国の後輩この一線にありと言っていましたんで、対外的には帝国を名乗っていましたが、国内では皇国っていうのが一般的だったんでしょうか。その当時、天皇っていう存在はですね、皇帝プラス法王、これ神道のトップです。神道の祭司トップ、法王、神道の法王って言ってもいいな。そういう存在であることをですね、外国人に説明するのは面倒だったのかもね。まあ説明しても理解しないかもしれないしね。まあそういうことで、国内では皇太子皇国つってですね、まあ対外的には帝国インペリアルって言ってたのかもしんないな。市民団体、かっこ笑いがですね、安倍総理国葬は弔意の強制、予算差し止めを仮処分を求めるっつって東京地裁に、訴えてたんですけれども、東京地裁違います。提訴却下ですから、門前払いってことですね。ネットの反応です。当たり前、行政の裁量の範囲、左翼また負けたのか。国葬あがめろさんたち頑張ってるね。裁判やってるうちに国葬終わってるわ。閣議決定を特定思想団体の訴訟で覆してたら民主主義の終了だよ。即時抗告も即時棄却でお願いします。市民団体の寄付呼びかけチラシが出回っておりました。国葬やめろって書いてあるんですけど、まあまあね、寄付の呼びかけなんかもしてんですけれども、国葬やめろって書いてあるんですよ。これ辞職の辞ですか。これ人が役職を辞めることを指してますんで、国葬あがめろからちょっとマシになってますけれども、惜しいなぁ。やめろじゃなくて止めろって書いてやめろですよね。市民団体の主張はこういうものでした。1、大金かかるから国葬やめろ。2、安倍総理は国賊だ。3、弔意の強制をするな。地裁の反論ですけれども、1、大金かかるからっつってっけど、個別に来られた方が金かかんだよ。2、安倍は国賊だ。それはあなたの感想ですよね。3、弔意の強制することにはなりましぇん。いちいち
完全論破されてて笑っちゃうんですけど、これまでの刑事告発とは異なり莫大な訴訟費用が必要です。ご支援お待ちしております。なんつチラシ作っちゃって一生懸命寄付呼びかけておりましたけれども、なんぼ金集まったもんだか、無理筋の訴訟でこんなの無理だよなって思っていても即門前払いになるよなって思っていてもですね、寄付集めが目的だからそれでもいいのかなこいつらはな、こんなんだからプロ市民って呼ばれるんですよね。反日ビジネス美味しいですか？昔は美味しかったんだろうけど今ネットで即バレ、諸バレ、秒でバレ、光の速さでバレる時代なかなかやりづらくなっちゃいましたなということで、あ、そういえばですね、メール党員さん限定のですねイベントで懇親会の方がですねそろそろ予定数に達してしまうので、明日あたり締め切らせて、いただきます。用意した会場いっぱいいっぱいに、なってし、まあ、超過、人数超過、ご応募誠にたくさんの方にご応募ありがとうございました。参拝の方のイベントはご連絡不要です。人数制限もありますんでこちらの方はどしどしまだまだご応募ください。まだね15日の予定わかんない人もいるでしょうから、いるでしょうから、まだあれなんでね、参拝の方はギリギリまでで構いませんからね、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。